本日のラジオなんじゃろが始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。最初ね、ゆるーく始まりましたけど、今日エピソードトークさせていただきたいと思います。友田です。宗です。はい、どうも。めっちゃハードル上げる。自分でそんなねハードルを上げる。めちゃくちゃグイーンって上げた。上げた。何いや、エピソードトークって昨日ね、インスタライブ北田くんと久しぶりにやったんですよ。やってましたね。で、そう、なんかあのワード言わせたら勝ちみたいなさ、なんかワークショップあるじゃん。なんか決めて、ね、相手が言いそうなワードを決めて紙に書いて、うん、NG ワードゲームね。そうか、そういうのか。そうか。初めて知った、それ。ワードウルフ、ね、ワードウルフ的な感じだと。はい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 、なるほどね。そのゲームを、まあ、インスタでも視聴者にこう見せて、ワードを見せてみたいな、交互に見せてみたいなことをやったんですよ。でやって、制限時間を2分にしてシビアにして、あえて、おーおーおー、でこうトークをこうやらせようと思ったわけ。ブワーって、でも全然北田くんが答えてくんなくて、でなんかあの、なんやろ、最初のお題が俺が最高、最高だと、向こうがなんか忘れたけど、なんだっけ、シーキさんみたいなワードがあったのね。で向こうがこうガラパの話題をめちゃくちゃ振ってくるわけ。はいはいはい。で、うん、俺は俺でこう演劇のこういい瞬間というか、なんかこう最近稽古やってると思うけどどうなのみたいな、っていう風なことを話したりとかしても全然答えなくてドローになったんですよ。でドローになって、その時にあのあの北田くんが、いや僕最高とか言わないっすもんねって言って、いやもうなんかそんな言葉は言わないっす、俺はもう冷めてるんで言い出して、あそっかって言って、でまあ、でにじゃあ2回目やってみようって、で2回目じゃあどうなるかなっつって、で俺が、なんだっけ、俺が、まあ、ワードを、向こうがなんか佳代さんがどう、山本佳代さんが、山本佳代さん、佳代さんが言ってたけどどうのこうのみたいな感じで、結局俺負けたというか、言わされたのね。佳代さんが何々でっつって、もうなんか俺が復唱してもう負けたろうと思ってで言って、で最後北田くんが、いや俺なんか会話苦手なんでやりたくないっすよって最後そこまでやったの。そうで、もうめちゃくちゃ疲れるんよ、インスタライブやったら、北田くんとやったら喋ってくんないから。そう、全然喋ってくんないし、話にも乗らないし、なんかイエスアンドができないの。あの、なるほどね、会話を広げる、全然広がらないの。いやなんかこう、いやでもみたいな、ずっと突っ込まないといけなくて、とかもう全力やったんやもん。そう、インスタライブしたら本当どっと疲れたなって話、北田くんとやったらインスタライブで、その北田くんのラジオに今度出る、大好きやん。そう、今度出ることになった。結局大好き、結局ね、結果好きなんやけど、大好きや、あのもう初っ端から、なんかちょっとこうインスタライブのこの内容みたいなのを、まあ、構成みたいなのを送っといたの。ほう、送っといたのよ、もうほぼ全無視されたもんほぼでもちょっと、じゃあ北田くんのラジオに今度参加してみようと。いやもうぶち壊してやるよ。いやもう無理、俺そんなことできん。向こうが送られてきた内容を全部無視して、いやいやできない、内容が来ないと思う、ね、ワードウルフやってやるよ、もう一回やってやるよ。ラジオで、ラジオ で, ジオでやってやるよ。いや意外といけるよ、音声だけでも、音声だけでも、会話だけでいけるよ。なんかでも、喋るの苦手なんですよって言った。いや昨日の見てないけど、北田くんに何、じゃあどこを勝ってると思う。北田くんに勝ってるところ、ない。いや、あるよ。あれ乾杯、足の臭さとか、足の臭さ、お酒強い、お酒強い、そういうのやったら、お酒ずっと飲むの。ただこうカンっていう、ね、カンラジオの音でカンっていう音がこう延々と響いて、どっちかバタッと倒れたって終わる。わかりにくいなそれ。絶対音声だけでする企画ではない。将棋のラジオ中継あの副音声である、なんかあのね、あれよくあるやん、スタジアム音声みたいな、いやこれは
将棋でしょうかグラスでしょうかチャレンジは。グラスを置いたのか将棋を指したのかどっちか当てるっていうゲーム。そういうゲーム。どんだけ地味だ。あでもそれラジオなんじゃのでやってみたいね。それね。ああいいかも。普通にいいんじゃない？なんか何を置いた音でしょうとかちょっと面白い。そう確かに。であのハッシュタグラジオなんじゃろで答えてもらって、うん、そうねみたいな、うんうんうん、あうちらじゃなくてその聞いてる人にやってもらう、聞いてる人に答えてもらうみたいな。なんかもうせっかくやったら俺電話とかつなぎたいもん。あーいいね。なるほどね。どういうこと？今度ね、誰かさ電話番号さ誰かもう公開してダメ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 。今ここでクイズですみたいな。もうあちょっとクイズなんでしょうみたいな。だいぶ夜遅いよ。いやもうちょっとさ直接ちょっとお悩み相談。いや電話番号公開はやばいよ。お悩み相談みたいな。俺ラッパーで電話番号実際に公開したみたいな人が、うん、あのオードリーの激レアさんに出てて、うん、でそれ見たんやけどなんかもう本当にラップの歌詞で080みたいな番号を全部自分で言ってんのよ。でそれ YouTube に公開しててそれきっかけでめっちゃ有名になって、でなんか密着みたいなのしてたんやけど、もう一日中リビングで電話受けてんのよ。あちゃんと撮るの？そうファンの人から電話かかってきて「え誰々さんですか？」そうです「うわやばい！」みたいな。でその後1時間ぐらいその人の人生相談乗るみたいな。すごっ。それやばい。でもなんか北田くん昨日なんかさ俺とインスタライブしようって決まってたのにさ、うん、最初にさなんかこうバッて繋がれて、うん、あ俺来たわと思って、うん、なんかそのインスタライブ承認みたいなやつ、うん、で承認したのがさ、うん、一般の方を承認してさ北田くん。えファン一般のファンの人、はいはいはい、で俺自分来たって思ってこう身構えてたら、うん、一般のなんか女性の人がやばいんだけどやばい待ってやばいって言ってで、しかも彼氏と二人でおってさそので彼氏が対応するっていう。すごい。彼氏がこうこうやってああどうもどういう状況それ。で北田君もあどうも見てくれてたんすかありがとうございますみたいな。これが3分ぐらい続いて分からんでも俺はもうだから変な感じ。めっちゃいじけてさ俺も。そうやろ。いやなんなんみたいな。待ってたのに。そう。やるっつって待ってたのに。11時からまず11時遅刻するし5分ぐらい。なんやねんこいつってなって。こっちもバッチリ準備してるのに。そうそうそう。やる気満々なのに。っていうことがあったよ。ちょっと違うけど話としては。なんか都合いい女みたいな扱いされてる。そうそう。待ってたのに。いつでも委員会みたいな。そうです。そんなこともありました。ちょっと、うん、許せんな。うちの胸を。誰？どういうことよ。誰？絶対お前ラジオやらかせよ。推奨やらかせ。やらかせ。やらかせ。やらかせっても絶対やらかせ。誰か一緒来てよ北田君。え、そのラジオってな何 YouTube とかやってんの？何のやつ ？YouTube に上げてるね。パンラジオみたいな。ショールームとは別？ショールームとは別。ショールーム。今なんだショールームみたいになったよ。ショールームとは別で。別なんだよ。であげてる。なんとかなんか YouTube 出てくださいよみたいな北野くんからも言われたし。うじゃろで出れんかね。いや4人で突撃する？突撃する？隣のパンさん。隣のパンご飯。パンご飯。パンや。パン5 それはただパン食ってるだけ。突撃隣のパン5 やりたいの。北田君からコラボしませんかって言われてるからまあありだよね。うじゃろならいいですよって。うじゃろとしてならいいですよって、ね、うじゃろなら行きますよ行きますよって、うん、あともう一つなんか違うまた違う知り合いのなんか、はいはい、YouTube してるなんかミュージシャンというか、うんやってる人からもこうコラボしませんか、うん、ツイッターで来たリプで来ただからムネってそういうのよく来るよね。来るね。なんでなんだろうね。なんかこう広いって思われてんじゃん。なんか何でも OK。 こんにちは。だから門開いてますよ。そうなんかやらかせよ絶対。誰なんやらかすんなんでそっちのアーティストの方でやらかせよう推奨。炎上ってこと。もうなんかやらかすってどういうこと。さっきからなんかこう何でもいいよ。何もねえ。何もねえんか言いたいだけやん。やらかせよ。やらかすって何なの。やらかせ。いやだからうじゃろで参加した方が絶対強くない。そういうのってさ、トモタさんって言われて参加するのもありだけどさ。トモタさんって言われてんの。いやムネ
ちょっと一緒やりませんみたいなの言われてんだけど、うん、ウジャロだったらいいですよってウジャロでどうでしょうって言ってた、うん、ウジャロでどうでしょうウジャロでどうなんじゃろなんか売れたお笑い芸人みたいなね誰々さんピンでどうですかって言ったらいやコンそこコンビでお願いしますちょっと規模小さすぎるめちゃくちゃ規模ちっちゃうまあねでも一人誘ったら一人誘ったつもりが4人来るってのはなかなかそうちょっと4人ならまだしも4人って、ね、4人来たなみたいな確かに確かにまあいいや、まあ、ということそんなとこですかはいそんなとこです、うん、あとまあジングル作りましたねそうでしたそうあれ前回の序盤に一個ちゃんのやつが入ってるんやけどほうほうあのそうそうあの一番まともなやつまともなやつかもなく不可もなくそう、まあ、他にもなんかねいろいろ撮ったやんうんなんかなんだっけなんだ花火のやつ花火のやつがねちょっとねなんか音がうまくいってなくてねマジかあんなにやったのに一応聞きたかったのにあんなにやったのにでもあれよかったなあのなんだあのほっぺた叩くやつショートって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 ラジオなんじゃろうああカンってやつだそれちょっと聞いてもらいましょうか今これですこれですラジオなんじゃろああうん流れた流れたねこんな感じでいろいろ作ったんでね、うん、あのカンって音いいよねなんかあのあれいいよね塩どしそう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 みたいなさ塩どしっぽいよねなんかこうしかもさその前の盛り上がりでもっと来るかと思ったらそんぐらいかよっていうポコンっていうそうおおっていうあれ俺ショウゴやけ正面してさカンってやればマジで師匠に覚えると思ういやいやどうやろうねバレないんじゃんいやなんかさでもやったじゃん水流すみたいなああちょろ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 みたいなあれがそう正面に聞こえたマジでおじっこだったあれはあれはねちょっとあのキョロキョロするのやめよペットボトル水入ってるのないからないかなないですない、ね、今日はないですあの時ちょっとちょうどいいぐらいの水のねていうかさそのさ私のほっぺ叩くやつと歯をカスタミットするやつ俺よくやってるやん、うん、でなんか最近その、うん、噛み合わせが悪くて顎がよくずれるのよええで異変起きてるよここ半年ぐらいなんやけどなんか歯医者さんに行ってなんか矯正とかの相談をしてみたんやけど、うん、なんか歯が奥歯がどんどん内側に傾いてきてるって言われてこれじゃん叩きすぎみたいなこれじゃんそれでいく？なんか原因を聞かれた時にんなんか汚れ寝ること多いですかみたいなあそうですねみたいなあじゃあ結構ほっぺたに強く枕とか当ててますみたいな言われたけどいや別にそんな変な寝方もしてないですねみたいな、うん、あじゃあ結構頬杖いつも疲れるんですかみたいなああまあするはするけどそんなにたくさんはしないかもですねみたいな、うん、ああなんででしょうねってなったんやけど絶対これやんそんなでも頻繁にやってなくない？もうね暇さえあれやってんじゃん家で練習してんだずっと暇つぶしだってあんなうまくできるわけないまあ、ね、家でずっとしてんでしょいやいやいやそんな家でずっとしてないけどでもその本当ちょっとした圧で歯って意外と動くんですよみたいな言われて、うんえじゃあもう何禁止令これ禁止令かもしれないカスタネット禁止令俺さこっちよりもこの歯が怖いそうなんか音がカスタネットねもうめちゃくちゃカンって悪い音するよ悪いんじゃないあれ危ないよ、うん、だってさ今日さ野間さん昨日の夜歯が欠けたって言っとったんよ言ったねそうなんだありえるよ言ったね欠けるかもよ欠けたネットあれ欠けたネットあれ芸人さん の、うん、あのプラスマイナスって人もこの歯鳴らすやつよくやってるんやけどやりすぎて奥歯すり減ったみたいなほら歯医者さんに怒られたみたいな言ってたもんかそれやんショウゴもね、うん、歯医者さんに怒られたってことだよね聞いて、うん、え言ってないの歯医者さんにこれ実はこういうのやるんですよそれどうやってるんですよ言ってないやろ言ったら絶対怒られとったよ診察室でそれやるメンタルねこういうやつでおもむろに歯医者さんの前でなんかすいません
れが原因だと思うんですけど、ちょっと見てもらってもいいですか。あーかんそれは怒られるよ。その時はそのそれじゃないと叩くやつのこと原因なんて全く頭の中になかったから言われたんやけど、あ、ね、あよかったよかったそれ脚本にしてほしいちょっとネタみたいなショートコントみたいな結構響くよね。ショートコントやな。あーおもろいな。でも俺前回のその録音聞いて、自分がやってる音を客観的に聞いたことなかったから。あ本当。千本桜聞いておーってなって。千本桜はすごかった、ね。あれすごかった。プロだったよ。でも長い。ジングルにしてはね。ジングルにしてはちょっと長い。パフォーマンスだったもんやっぱ。いやすごい。ちょっとこの今後この芸を続けるかは。ちょっと検討します。要検討やね。ちょっと生命に関わる、歯はね、なんとかこう内側から叩けんかね。どういう、こうこうこう、なんか胸入れてさ、口の中にこう音ならんやろそれ。なんかリコーダーみたいにできるなんかこう穴開いとるやつ。なんかこう隙間があるやん、犯人もさ、どっか隙間がもうスーッてやってどこ押さずに嫌になってそれは別にね、まあ、元に戻るんじゃね、顎戻るか。えでも 歯内向きとかあるよね。うん、なんか最近ね、そのここ何年か、めちゃめちゃ舌を噛むこと増えたなってなんか思ってたの。おお、そんなのがあるね。なんか食べてる時急に奥歯で舌噛んで「いった!」みたいな。俺あの吹っ飛び出してからそれ脂肪よ。いや、ほっぺが脂肪あの方までこう出てきて出てきてほっぺがね、ほっぺた感じある、いったみたいなのもあるけど、またそれとは違う。ここら辺でも噛むんだよね。そうそうそう、ここら辺が分かんないからほっぺの音声だけだそうですね、ちょっと要検討やね、続けるか続けるか。ちょっと身を削る芸は考えないとやな。でもあれでしょ、え、なんかあれじゃない、親知らずとかじゃないの、うち向いてんの。あーなんかその可能性もあるみたいな。なんか親知らずあんまなんかほたっとくとなんか他の歯も向きが変わりますよみたいな、そう言われたことはある。俺もう下両方抜いてるんやけど。あーそうなん、親知らず。うん、でもなんかその片方あの右側か左側かどっちかは、あのね、なんか横向きに生えとって歯が、そうでもすごい歯を押してるみたいな状態で、でも普通の歯医者じゃ取れんからっつって九大病院の紹介状を書いてもらって、それで九大病院で抜いたん、抜いたっていうか、なんかこうまずね、こう歯ぐき切るやん、はいはい、割るんやん、え、歯を歯割る、取る、俺もやったかも。でなんかこうマジ引っ込むみたいな、そういうのをやってもらった。手術やん、すごいね。俺もそれしないといけないみたいになるかな。あ、親知らず抜いてないわけよ。抜いたことない。だってみんな親知らずあると。ありうる、いや全員あるよ。え、私親知らず生えてないよ。いや生えてないだけで、その中にあるやん。中にある。そうなん。中にはあると思う。いつか生えてくるかもしれんってこと。かもしれん。怖。し、うん。まあこればっかりは迷惑に、レントゲン取らんと。え、親知らずってずっと生えてくるの？抜いてもまた次。いやいやいや。いや違う違う。あ、こんなんじゃない。サメ、サメなの。いやなんか無理サメだった。いやじゃおかしくない。だって奥歯だけそのシステム。だっておじいちゃんとかさ、もう一回歯抜けて終わり。あ、そうでしょ。奥歯だけはモリモリ生えてたらおかしくない。おじいちゃん。親知らずずっと生えてくる。親知らずなんか抜いたらもう一回生えてくるのかと思って。その再生する感じ。再生だと思ってた。あ、おもろ。もう生えません。もうだからなんか基本的に取っといた方がいいのよ。俺でも全部抜いたよ。上も下も。まあどっちもいいやけどね、なんか歯がなんかね、なんか他の歯に異常があった時に奥歯とかになんかこうね、こう、それを入れる代わりで入れたりできる。え、すごい。やっぱスペアってこと？うん、なんか取っといたらいいっすけどねって言われたもん。やすごい。そんな本当かな。じゃあその、なんかおかしいよね。歯磨きの文化とかがなかった時代にしょっちゅう歯が抜けるからそういう親しい。いやでも植えるのは無理でしょ。いや、その手術とかしないとやっぱ無理でしょ。抜けたっつってこう僕のボッコの見てあ、なんか前にずれていって全員昇格みたいな。そういうことね。あ、歯がずれてる。いやでもあるんかな。あれ上司が会社辞めたから一個下がそのまま部長になる。いやそんな会社システムじゃないから。歯業界そんなんじゃないから。前歯抜けた人奥歯の前歯抜けた。
そう、羊みたいな、こうなっちゃう、ヤギさんみたいな。あ、何の話だったっけ。歯の話。歯の話。昨日も俺インスタライブで歯の話したんだけど。マジ？昨日もなんか俺の大学の先輩が、あの親知らず2本同時に抜くっつってさ、多分今日抜いてると思う。だからこんなんなるやん顔。おぽんやん。いいよね。やば。ちょっとも腫れるってね。でもさ、両方抜くってある？同時に2つ抜く。ないよね。でも私先輩が抜いてた。両方一気に。いけんのか。なんか、いやでもむちゃくちゃ痛いからさ、俺1本ずつ抜いたんだって。だよね。だよね。だってさ、か麻酔するやん。そう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 だって両方、いや片方やけんギリ口閉じれるわけでこう、うん、伝わらん伝わらんちょっと開くない伝わらんちょっと開くない右側に麻酔してちょっと開くないでなんかこう見えたかなってバーってなるけどこっち側がなんとなくこう頑張るよでもそれ両方やったらこうじゃんこうずっと開いてるずっと開いてるずっと開いてるからね口が大丈夫ずっと口開いてるってでもなんかもう抜きますで抜いてたよマジかすげえなまあでも短くしたいんやろうねまあ期間をね、うん、期間というかまあその、ね、なるべくこの辛い期間を、ね、土日でやっちゃうみたいなことなのかもしれないね確かにえ一気に抜いてもう戻るみたいな親知らず抜きたいまあ生えてないから分かんないまだなんかこれ親知らず抜いたら小顔になるとえ抜ああよくね本当じゃあ抜くあれ本当いやでも生えてねえじゃん抜けねえじゃん生えないと抜けない切ってもう抜く痛いの痛いわよほんとお母さんなんか歯の いわいやなんかそのさそう、うん、ちょっと話変わるけ ど, どう話変わるっていうかつなげるけど、うんうん、CM ラジオ CM を撮りたいっていう、うん、はいはいはいなんか歯の勝手に CM 作ろうよ歯になるってことスポンサーは歯ってことどこから乗っかれてるインプラントみたいなあ、インプラント、そういうことね。そういう歯系デンタル系ってこと。なんかインプラントならなんとかクリニックみたいな。かよさんがやってます。かよさんね。そういう美味しいもの食べたいってやつとか。AC みたいなやつは？なんか、AC、歯を大事にしよう。AC みたいな。ああ。なんかこう、うん、いいね。なんか怖いあ、そうね。歯なんか怖い、うん、怖いやつ。なんか最近あるやん。なんだっけ？広告。著作権のやつなんかほらアップロードあー捕まるよマジで捕まるよマジでみたいなあのこうキャラ可愛いキャラクターが、ま、真顔で言ってくるあのさ怖いやつあるやんあれ、うん、やりたいあんな感じのさなんか歯がこうボロボロなくなっていく抜けるよ抜けるよマジでみたいな抜けるよマジで抜けるよマジでどうかないやいいと思うちゃんと歯磨きしないよいやー一晩ぐらい大丈夫だって抜けるよマジでいいんじゃない作ろう、うん、AC はまずい 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 GC がなんとかは犯罪ですよねさあアップロードは犯罪ですよ、ね、そうね、うん、歯磨きは大切です。普通のこと言うGC って何？ガラパコレ違うわ。コレクション。コレクションじゃない。コレクション。ガールズコレクションみたいな。違う。GC ってなんだろう。RN ラジオなんじゃろ。RN。ゴロバグ。俺もう普通にもう一回あの去年のさ、時行きのやつでさ、撮ったクリスマスイブやりたい。ああいいよ。いやもうショー。CM 映像の方で。ショー歌ってもらってさ。あ、うん、あれ俊作の歌やけよかったのに。あの俺バージョンはまあねあれやけど。なんか時見えなくもない。なんかあれ歌詞あったよねちゃんと。そうあのそうな夏の話だったけんさ。こうなんとかこう蚊との戦いの歌詞をなんとか再現ないでしょ。モスキートナイト。おお覚えたわお前。すごい。恥ずかしいけんやめて。撮ろう、うん、ちょラジオ CM を次の週までに撮って、うん、またあ何次の週までにそう撮ってであのジングルのような感じでまたこう聞いてもらってみたいな感じでやれたら最高の流れなんだけどね、うん、やっぱちょっともうかっこいいね誰最高の流れなんだけど、ね、かっこいいね君名前なんて言うんだい宗広僕はジョニーさジョニーありがとうジョニー気が合いそうだキャサリン
はい。これはどこに着地するの？まあ、こいつが始めたよ。なんかパンチのあるね。CM。パンチラインね。うん、パンチラインで。パンチライン作ろう。うん。でラジオの、で、あの、抜けるよ、マジで。うん、CM と気に入ってんな。なんかちょっとじゃあね抜けるもん。いや急にエロく聞こえてきた。もうそっちに。パンチラインとか、パンチラインとか言うけん。急になんかエロく聞こえてくる。あなたが時間ないんでしょ。もう時間ない。もうねっていう話。もうすぐ出ないか。もうすぐ出ないといけないの。やばい。いやでもまあ、まあ、もうちょいいけるよ。はい、もうちょいいける。喋りたがり。あと5分ぐらいいける。いいよ。で抜けるよマジでと、うん、歯を大事にしようっていう CM と。うん、あとなんか訴えたいことある、みんなに、みんなになんかみんなにさ訴えたいこと、もう一本ぐらい耐えたいこと、いやもう一人一個ぐらいあげてよ訴えたいこと。村井さんは歯を大事に。俺は歯をもうなんかもうずっと最近歯のことばっか聞いてるから。まあでも正午の訴えじゃない。うん、まあそうね、正午の訴えでもある。はかさねとやめよう。そうね、村井さんなんか今日歯医者の先生みたいな。え、白いシャツ羽織ってくる。俺さっきからずっと研究者みたいなと思って。あの先生みたいな、薬剤師、薬剤師、あ先生だ、歯科医師、白衣みたいな、白衣師、はい、まあ、みたいなね。まあじゃあ歯と、ちゃんちゃんはなんかみんなに言いたくない、みんなに言いたいこと、お酒飲みすぎたりとか、胃腸とか、あ確かに。いや私は二日酔いになったら一日潰れるんよ。ああ、そうだから何がいい、その一杯でやみといたらとか。そういやでももうなんかこう、まね、麻薬じゃなくてお酒。うん、いや一杯だけだからさ。あーね、一杯だけだから未成年、未成年、それはナンパについていった話。え、未成年飲酒禁止。いやでもな、硬いよ。そうね、硬いね。もう少し麻薬のテンションでお酒のことを言う。あちょっとなんかひねっちゃってるね、ちょっとね、ちょっとちょっとひねっちゃってるというか、自分で言い出してないやけど、なんなん。いやひねってるかもと思って、麻薬ってなるちょっと重いなと。重い。軽くいこう、軽くいきたい。もっとみんなに訴えたいこと、もっと明るいこと、なんかあのあ散歩しよう、これは面白いよみたいな、あーとかね、うん、これは面白い、東海オンエア、東海オンエア面白いよ見てねとかでもいいし。なんで今片言出すの。見てね、見てね、みたいな。それ CM ってそういうことでしょ、ね、コマーシャルだからね。いいじゃないですか。俺はなんかもう晴れた日のさ、あ昼間、うん、なんか俺もうほら夜の人間やけどさ、たまにこう晴れた日昼間外出ると気持ちよくて仕方ない。それをみんなに訴えたい。あそれいいよ、いいや、なんか気持ちいいっていう感じの、あいい、うん、お日さめ、お日様を浴びようみたいな、うん、お日様浴びようみたいな、いいね、いいや、いいよ、外に出てみよう、うん、晴れた日、ああいいね、外出てみよう、いいね、なんかこう環境音とかさ、こう、ああいい、作ってさ、いいね、チュンチュンみたいな、うん、なんか最近よく俺がなんか YouTube でかなんかで見るのはあのこうあのスティック、あのパーカッションの人がさ、こうスティックあるやん、うん、うん、あのスネア、スネアとかの、ああのあれだけでこうアニメのさ、なんかこう音と効果音とか全部出すみたいな、あ料理してる音とか、はいはいはい、効果音の収録風景で、そう、なんか食べてる音、いや収録本物のあれじゃない、そういう企画やろ、そう企画っていうか、そう短いやつ、なんか30秒ぐらいでなんかこうトン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 、ガサシャーみたいな、はいはい、そう、味噌汁作ったところとかね、そう、はいはい、でなんかこう味見する音とか、うん、あと食べる音とかも全部こうスティック2本と、あとなんかちょっとぐらいあのパーカッション系のやつだけでやるやつ、ちょっとそういうのやりたい、いいね、いいね、面白い、ちょっとでかくなったけど話が。絶対無理や。いやでも俺口だけでいろんな音出すのめっちゃ、いやめとけって、話が戻ったけど、またあれちょっとワインついでいい、うまくない、そんな並々ワインつがないよね、そこ ワインではなかったの、うん、ワインじゃない。いいやろ、そこの感想、シャンパンって、シャンパン、シャンパン、シャンパンはもっとポーンやない、おお、すごい、違う、そんな話してんじゃないのよ、違うのよ、もう時間がやばいわよ、あやばい、そろそろやばいわよ、やばいわよ。あでもいいかもね、晴れた日に外に出てみようみたいな CM と、うん、こう歯を大事にしようっていう CM、いやな、都会オンエア見てね。
まあ、いろいろとってみましょう。未読無視禁止とかでもいいよ。未読無視禁止、未読無視やめようねって、私己に戒めとして。なるほどね、未読無視禁止OK。 じゃあいろいろ今後出るかもなんでね、楽しみにしていただきたいですね。来週までには作りたいだからと思ってます。来週までに作ろうと思ってます。うん、なんでその保険かけんなよ。予定ね、思ってます。希望としては、うん、気持ちはね、こちらの希望としてはこうですよ、うん、大変ね、頑張って作りましょう、思ってます。あと最後にちょっと今の何ですか、今のラジオの視聴再生回数何本ぐらいいっとるのかねぐらいちょっと確認したくない。何本何本何本どうだろう、何本どうだ、何回ぐらい、何回ぐらいかな。でもちょっと前見た感じ50、あ、44回視聴されてます。おお、でもさ21分ってめっちゃ見やすいよね、時間どうなの、DVD の話すんだっていう、うん、21分だったんですけど44回視聴、ほんまじゃな、うん、まあでもいい感じなんで YouTube やったらもう生放送できるわけよこれって。あ、確かにそうね、よね、そうだね、それを生放送してみたい、収録して後日上げたりとかでもいいしね。そうね、公開収録ですよ、それこそ。そう、あと電話しようよ、やっぱり誰かと電話したがりが、俺誰か電話しようよあんたの後輩ぐらいやったらよく、俺の後輩はもうなんぼでも多分ということでね、ふーちゃん、ふーちゃんっていうやつはもう絶対電話出てくれる。誰ふーちゃん絶対電話出てくる誰だよ名前だけ聞くとちょっと子犬っぽいけどふーちゃん、ふーちゃんもうすごいなんかね、いやでもすっごい細い、びっくりすごい細い、もう犬の話に聞こえないんだもうびっくりすごい細いでも想像だけ。そうはい、もう今日は終わりますよ終わるよ、終わりますか、はい、ふーちゃんに電話しよう、分かった分かった、ふーちゃんに電話する企画ね、はい、はい、ということでまた来週もお楽しみに、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。おやすみかどうか知らんけど。そうなの。うん。